最低気温が 5.1 度と今朝も冷え込んだ岐阜県高山市では、古い町並みで知られる上三の町で行われていたのは防火訓練です。町並みが保存地区に指定されていることや、建物のほとんどが木造のため暖房を使う冬を前に毎年この時期に訓練が行われています。今日は側溝から汲み上げた水を放水するなどしていざという時に備えていました。以前に本当に出火したこともあって、その訓練していたおかげで防火をしたってこともありますので、やっぱり扱いを慣れているということは大事ですね。